こんにちは、こんばんは、おはようございます。名古屋のおっとり屋ギターでございます。いつもおっとり屋チャンネルご覧いただきありがとうございます。本日も素晴らしいギターご紹介させていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくのはこちら、ヤマハ L52 カスタムでございます。はい、こちらのモデル憧れの方も多いのではないでしょうか。あのヤマハカスタム四天王の中のですね、一本となっております L52 でございます。この四天王の中でもこのジャンボボディ、そしてこのサイドバックがですね、メープルということで非常に人気があったモデルでございまして、まあ、当時ですね、有名アーティストの方もですね、使用されていたことで大変憧れの方も多いのではないでしょうか。はい。こちらのギターのですね、特徴なんですけども、通常ピックガードがですね、この白ピックガードというのが一般的なんですけども、こちらのカスタムモデルはですね、黒ピックガードの方になっておりまして、非常に渋いルックスとなっております。はい。おそらくですね、初代のオーナーの方が黒ピックガードで注文されたんじゃないかなと思いますね。非常に珍しい渋いルックスとなっております。はい。そして、こちらのギターの特徴なんですけども、このブリッジに注目でございます。こちらがアジャスタブルブリッジ仕様となっておりまして、さて、どんなサウンドがするんでしょうか。ぜひ楽しみにしててください。はい。こちらですね、1977年製、今から41年前のモデルでございまして、このラベルの中にはですね、あの、テリー中本さんのですね、直筆のサインがしっかりと入っております。非常に貴重なギターと言えると思います。コンディションのご説明でございます。まあ、41年ほど経っておりますので、もう経年相応にですね、使用感がある個体です。もう見てわかりますでしょう。もう小傷がですね、もう、このボディートップ、このサイドですとか、あとこのバックですね、にもしっかりとですね、まあ、あの、使用感というのが見受けられます。ただですね、ネックの裏なんかはですね、非常に綺麗です。大きなダメージはあまりありませんね。あとヘッドの先端も比較的綺麗じゃないかなと思いますね。はい。あとこちらの方にですね、ストラップピンの方が売ってあります。はい。といった感じでですね、全体的にですね、使用感があるプレイヤーコンディションなんですけども、演奏性は抜群でございます。はい。フレットの残りですとか、ネックの状態、弦高、その他ですね、しっかりとメンテナンスを施されておりますので、演奏性重視、サウンド重視の方にはですね、ぜひおすすめしたい個体となっております。はい。ではですね、気になるサウンド、ご紹介させていただきたいと思います。このアジャスタブルブリッジというのはですね、やはり、まあ、よくギブソンなんかでよく多いんですけども、まあ、パーカッシブルな感じだったりとか、まあ、ショートサスティンだったりとか、もうザクザクっていうしたですね、まあ、感じのモデルっていうのが比較的多いんですけども、このヤマハが作ったですね、このアジャスタブル仕様のサウンドというのはですね、全く違ってると思います。ぜひそのあたりですね、聞いていただければと思います。弦の方はですね、マーチン M540、フォスファーブロンズのライトを使用しております。
ありがとうございます。いかがでしょうか。まずこの低音、もうこのノブトックですね。この深く太いこの低音、もうこのジャンボボディがですね、このお腹にビン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 伝わってきますね。もうこの迫力、この動画で伝わるんでしょうかね。素晴らしいこの音色をしております。そしてこの中高音、きらびやかなですね、高質なメイプルのサウンドというのは素晴らしいんですけども、まずこのロングサスティンですね。もうこのアジャスタブルブリッジっぽくないですね、このロングサスティンというのは、もうさすがヤマハのカスタムじゃないかなと思います。素晴らしい音色じゃないかなと思います。では指弾きで弾いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか、このきらびやかな一音一音の音色。ありがとうございます。もうこのヤマハらしい綺麗な音色がですね、しっかりと出てくれます。はい、もうということでですね、ピックを使った力強いですねコードストローク、もう低音からですねガンガン鳴ってくれます。そして一音一音綺麗な繊細なですねアルペジオまでオールマイティーにですねしっかりと鳴ってくれるのが、このさすがヤマハカスタム四天王の L52 じゃないかなと思います。はい、もうこの L52 ですね、かなり人気がありまして、ユーズド市場にもですね、非常に少なくなってきております。今回ですね、もう使用感がある個体ということで、かなりロープライスとさせていただいておりますので、ぜひですね、気になる方、ご購入をですね、ご検討されてた方はですね、この欄外に J ギターのページのリンクの方がありますので、ぜひそちらの方からチェックしてみてください。はい、ということで本日はですね、この1977年製あのテリー中本さんのですね直筆のサインが入ったこのヤマハ四天王の中の L52 をご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。オットリアギターでした。チャンネル登録の方もお願いいたします。